茨城県の神栖市の、港公園です。新日鉄じゃなかった新日鉄住金の工場、ここから端から端までずらーっと工場です。でっかいですね。もうあの町一つが全部町一つ以上ですね。相当広い。東京ドーム、50個分ぐらい、もうちょっとかなが、工場の敷地になってます。鉄鉱石を持ってきたり、いろいろするために海に隣接しています。釣れてるのかな、お魚。ドーン。こっちもわからない。鹿島石油のコンビナート、これあの時地震の時はどうだったのね。地震の時、東北の地震の時にはここにも波が来たみたいです。地盤沈下の後。これは火の手が上がってるわけじゃないな。煙ですね、煙突の。引き波、それから、あ、夏波が第一波が来て、第一波が、わあ、もうそこが見えてます。それで第二波が来て、あ、結構な波になってるんだ。わあ、車も流されるほど。これはどう見てもなんか火災のあれですかね。防波堤を越えて波が来ちゃいました。うわうわ、ここで 5.7 メートルの津波。開いた住宅地まで。あ、さっきのコンビニとか波が来たみたいですね。塔の中に入ると鹿島アントラーズの歴史が載ってます。ジーコ選手にアルシンド選手いましたね。アルシンド選手。その後は僕はよく知らないんで、あとはサッカー好きの皆さんにお任せします。どこだ、今いるのはこの辺なのか、その辺なのかな。鹿島港の鹿島灘です。鹿島灘。こんなところにロープの結び方いろいろ、結び方、もやい結び、ボーライン、ダブルシートベント、本結び、クラブヒッチ、マスト結びですね。絶対に取れない。クライミング好きの僕としてはこっちにピコーン。おじさんがチケットを買ってくれました。大人200円でこの塔に登れます。上はですね、風が強いんで気をつけてくださいとのことでした。港公園展望塔、200円です。200円、皆さんも行ってください。エレベーターで230秒、階段で210段。これはどっちで行く、どっちで、あれ、階段じゃ行けないの、階段210段にチャレンジ。おう、チャレンジ。階段にチャレンジしています。何段行ったんでしょう。エレベーターでは30秒、用意どんです。もう一回止めます。あ、中間点です。気を入れて頑張ろう。あと少しです。あと50段、絶景が待ってるそうです。見えてきました。210段、およそ2分、ここでーす。広いっす。神栖のコンビナート。おお。おお。なんかこう、ちょっと傾斜が強いんで、思わずのけぞっちゃいます。上まで行きますけど、後ろ見えてるでしょうか。
俺の顔よりもねそっちを見ていただきたい。向こうを映せてね。はい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 、大きなコンビナートが上から見ます。もうちょっと上から見てください。これです。手を伸ばしても変わらんか。大きなタンカーはですねなかなか見る機会はないんですけど、大きなタンカーが見れます。反対側もですね、あれは調子はもっと向こうなのかな。すいません、自分がちょっといる地理がよく分かってないですね。このような感じで、鹿島の景色が見えます。いろんな工場がですね並んでます。カネカ食品工場だったり、昭和という会社があったりですね。こちらが鹿島石油、これもあの地震の時にはちょっと燃料燃えちゃったのかな、燃えて、そういった立地の場所です。以上、塔の上から中継でした。あ、まだ上があった。もう一つ上があります。人がいました。デザインが船のデザインですね。結構錆びくってるようには見えますけどね、本当だろうか、ちょっと見てみましょう。どうでしょう、ちょっと錆びくってますかね。今日は双眼鏡を持ってきてないんでこんな感じでしか見えません。あー大きい。子供たちが手を振ってくれてます。知らない子供たちです。今結構な風、風速10メートルくらいの風が吹いてます。洗濯物だったらこれ10分で乾きますね。はい、こちら大きな工場が見える範囲です。どこからどこまでが海で、丘なのかがいまいち分かりませんけど、ここが塔の中のエレベーターで登ってこれる場所です。鹿島港の歴史が、あ、また津波の例のですね、地震、ん2003年4月5日撮影かの地震の、東北の地震の時の津波の様子がありました。あとはここの港が開発された当時のですね、資料の写真ですね。うほー、相当苦労してお作りになられたんだと思います。うぅ、この丸い窓には登らないでください、落ちたら危ないです。どう、お、下が見えますね、確かに。こっちが西、分かったところで何も分からないけど、工場ができた歴史が分かります。鹿島の人はですね、ぜひ一度はここに来てください。200円でここまで登れます。走ってもよし、エレベーターに乗ってもよし、カモン。おお、開きました。はいはい、ありがとう。ここを押してください。やべやべ、なんか鳴ってる、なんだ。何でしょう、この音は。うん、アラームを編集5時50分、全然違う。あ、なんか勝手に、スマホが動いてたみたいです。よくあれですね、ポケットに入れててあるある。下がってるの、下がってるみたいです。ちゃんとここにですね監視カメラがあるんで安心して乗れます。はい、もうそろそろ着くかな。あそこにゲージが出てますね。こっからここまで普通だったら8回ぐらいあるのかな、もっとかな。何メートルでしょうかね、ちょっと聞いてみましょうね。の前にスマホオフ。ああ、到着です。
他にお客さんもいらっしゃいましたね。よかったよかった。何メートルか聞いてみましょう。あの塔は何メートルぐらい？52メートル。52メートルあるそうです。これですよ、52メートル。あそこ地震の時揺れたでしょうね。地震の時は怖かっただろうな、登ってた人がいたら。気をつけましょう、これ倒れてきたらです。